えー、あの、先日ですね、雑談という、ま、アプリの上で、あの、堀江貴文さん、堀江門とですね、対談したんですね。その時いろんな話をしたんですけど、その中であの、まあ、ユタボンのことについてね、堀江さんどう思いますかって聞いたら、堀江さんがあの、あんなの、あの、若いからだけ注目集めてるだけ。 だから若いから注目を集めてるだけだから全くこれは興味ないよとかすりもしないやつみたいなことをおっしゃったってことででそのことが何かあの僕は思った以上になんかネットニュースなんかでも取り上げられてるみたいでいろいろねツイッターとかでもあのいろいろこちらにもあの反応が来たりとかしてるんですけどもえーあまずねあのそのことについてあの僕が何かユタボンのまあシンパっていうかユタボンを応援してる立場だからえ堀,江も堀江さんもあのユタボン応援する 立場ななんじゃないかと思って俺が言って、それであのそれに対してああいう答えが返ってきたんで、俺が意外な、意外というか、あてが外れたという,か、えー、いうような、えー、言葉をどっかで見たんですけど、そんなこと全くなくて、僕は堀江さんと付き合いが長いんで、とにかく。 長いんで、あの、まあ、堀江さんがどういうふうに考えてるかという大体、だいたい分かるってわけじゃないんだけど、なんか何を言われても驚かないっていうか、むしろ僕はあの雑談の対談は、まあ、1時間ぐらいなんですけど、えー、あの雑談というあのアプリっていうかプラットフォームをみんなで知っていただこうと思って、なるべくあと堀江さんのいいとこを引き出そうと思って、完全に規約に対してるんですね。で、規約に対してて、その中でその堀江さんがあの、えー、生き生きとして反応してくださってるようなことを知ってくだるだろうということを、こちらからそのテーマとして投げてる。 まあ、プロに徹してるっていうか、規約のね。なんで、えー、その、ユタボンが今、まあ、えー、まあ、なんていうかな、うん、注目を集めてるとか、バズってるとか、まあ、炎上してるとか、そういう状況があるんで、まあ、ユタボンについて、えー、堀江さんに、えー、問いを投げかけたら、なんか、生き、生ききとしたね、反応が返ってくるんじゃないかなと思って、ある種、プロフェッショナルにやってるだけなんですよね。 もちろん僕はあの個人としてはユタボンのことを応援しているし、ユタボンのパパだって素晴らしい素敵な方だと思ってますし、なんだけど、それとは別に、あの、堀江さんどういうことを考えているかなって思って、全くそこで、その時点では何のまあ予想というかの期待もしてないんですね。で、それに対して堀江さんがああいうふうに答えたってことで、で、僕はそれに対してあの、ちょっとまあ、トマトっていうか、まあ、ユタボンとユタボンのパパ、これどう受け止めるのかなと思いながら、まあ、堀江さんフェアでありたいと思ってらっしゃるんですね、みたいなことを言ったと思うんですけど、 つまり、この、堀江さんって、まあ、なんていうか、まあ、非常に賢い方で、まあ、で、実業家でいらっしゃるわけですね。で、実業家って、要するに、その人が何をやったかってことで評価される世界だと思うんですよ。で、あのー、まあ、だから、その、ユタボン現象っていうか、ユタボンが今、いろいろスタディー号とかで頑張ってる。えー、僕は、その、それはユタボンの人間力っていうか、 えお人がせパパの、ね、サポートっていうかあの本当に僕は立派な方だと思ってるんですけどただその世間の受け止め方としてユタボンの,その現象っていうのは、えー、ある程度そのユタボンの年齢で下駄入ってるっていう捉え方することも事実だと思うしまた実際にユタボンが若いから小学生だからちゅ。 ととといいううことでで、えー、注目してる人も多いのかなと思うんです実際にはね僕は全く年齢とかあんまり関係ないんで一人の人間としてユタボン見ててユタボン頑張ってるなと思ってるだけなんですけど、えー、ひょっとしたらユタボンが小学生だから中学生だからあの応援するとか注目するっていうような人も世の中にはいるかもしれない。 実際そういういい人もいるんでしょうだから堀江さんのそのユタボンは年齢のおかげで注目されてるとかバズってるとか下タを履いてるっていうような評価はきっと世間の基準を元にするときっとフェアなんだろうと思うんですね。で僕はそうじゃないんだけど、まあ、世間はそうかもしれないなと思ってたら堀江さんはそういうとこをちゃんと見てるから僕は偉いなと思うんですけどただあの僕はやっぱりこれからだと思うんですよだからユタボン確かにもしですよユタボンが、えー、人間力とかねあの実行力がなくて。 これからじゃあ年齢が上がっていって普通に大人になっていったらシューッと消えていっちゃう、まあ、そういうことを堀江さんに言ってたわけですねこれから消えていっちゃうよあいつはって言ったと思うんですけど消えていっちゃうんだったらそれはそれでし仕方がないじゃないですかまあそういうことなんだからで僕はねタボンはなんかいろいろ頑張る子だと思頑張る人だと思ってるんですよだか僕はンあのこんな有名になる前から沖縄であって、まあ、その時からずっと一貫して思ってるなかなかねちゃんとしてるしあの実行力あるし。 あのケインズのいうアニマルスピリッツあるしだからちょうどなんかあの子役で活躍してる役者さんが、えー、大人になるとダメになっちゃうっていうケースもあるけど子役でも活躍してるし大人になっても立派な役者になる方っていもいらっしゃるじゃないですか,だから僕は言うた分は後者、えー、子,子役っていうかだからその若いということもあり評価されていた存在だったのが。 うん大人になっても、えー、評価され続けるっていうことに、僕はなりう、るんじゃないかなと、えー、思っているんですよね。ですので、えー、僕は言った分を、うん、まあ、応援してる、し続けると思うんですけど、まあ、それとは違う評価があるともいいかなと思って、だからこれから、あの、これから次第だと思うんで、だから、まあも、堀江さんはね、僕はフェアな人だと思ってるんで、だから堀江さんがフェアだ、フェアだって言ったのは、つまり現時点では、あの、 ユタボンに対する世間の反応の中にユタボンが若いから、小学校、中学校、えー、だから注目してるっていう人も確かにいるかもしれない、だからその分析はまあフェアなんだろうと思うんですよ。だけど一方で、やっぱりだから今後もしユタボンがですね、あの活躍されていろいろなんかやっていったら、堀江さん、逆にフェアな人なんで、ああ、僕はそう思ってたけど、あのーね、こいつ聞いていくと思ってたけど、勝ちにもしないやつだと思ったけど、なかなかやっぱりできるやつなんじゃないかと思って、また、あのー、評価してくれると思うんで、だから、 あの逆に堀江さんが現時点で「おゆたぼんいいね」と評価してくれたとしてもそれはゆたぼんの将来を保証するものじゃないじゃないですか,か結局自分次第なんで他人から評価どう評価されるかどうかってことはゆたぼんパーパはねあの堀江さん好きであの堀江さんのことについて言及してたりしてたみたいですけどその人から言、まあ、褒められたら嬉しいだろうけど別に今回みたいにけなされてもそれはまあそれだけ堀江さんも本当はゆたぼんのことを見てくれてるってことだからこれから頑張れば。 いいいんじゃないかなかと堀江さんフェアな人だから、えー、頑張ったらユタボンのことを評価するようになると僕は思ってます。まず、あ、れそういうことなんでね、あのーまあ、これ、いわゆるクラリフィケーション明確化ってことなんですけど、僕が堀江さんにあの質問したときに、ユタボンを評価するというか、擁護する回答を、えーまあ、期待してたわけでは全くないってことですね。あのな堀江さんの場合には、そもそも、うん、なんていうか、発言はコントロールできないんで、コントロール不能なんで、だからそこが堀江さんの魅力なんでね。ただ結果としてこのの、えー、ユタボンの こととで、えー、堀江さんのやってる雑談というプラットフォーム僕もまあ配信者っていうかで、ねまあ、ちょっと最近サボっちゃったんですけど、えー、参画してますけどもあのー、注目されたのは良かったことだなと思ってでそれが僕のプロとしての仕事だったんで。あのー 雑談というプラットフォームが注目されて堀江さんの、まあ、人柄が伝わるということが、えーまあ、目的だったんであの質問を投げかけたのはですねそういう意味でおいては僕はいい仕事したなと思ってるし今申し上げたような理由でユタボンも別に落ち込む必要はなくてこれから頑張ればいいだけの話で、ね、そしたらあのきっと堀江さんもユタボンが何かをやったらうん認めてくれるそういうフェアな人だと僕は思ってるね、えー、そういう意味でみんな三方 よしという三方よしな感じかなも,もよしないうか雑談もよし裕太本もよしで僕もプロフェッショナルな質問インタビュアーとしていい仕事をできたっていう三方よしの結果になったなと僕は思っています。